中国も萌え声、皆様5周年おめでとうございます。コロナで僕が現地にいないことが、大変残念なんですけれども、こういった形で皆様に思いをお伝えできればなというふうに思います。まず簡単に、この5年を振り返りさせていただくと、2015年にこの会社ができて、で当初は現チーフマネージャーであるビディック、フォン、フー、ニャン、あとはマネージャーですねが入ってきて、でそこから拡大をし続けてきた、そういった会社になります。で直近でいくと4月に、稼働率の向上っていうところと、あとは技術力の底上げっていうところを目的にファンクション性を取り入れました。で今後に関しては、先ほどの技術力っていうところと、あとはチームワークの向上ですねっていうところをフォーカスしていきたいというふうに思っております。でこのチームワークに関しては現人事部長である父ちゃんを中心に、社内イベントなどを通して向上していければなというふうに思っております。で、最後にはなるんですけれども、今回5周年っていうところなんですけれども、あくまでこれはゴールではなく、プロセスだとは思っていて、例えば今後また来年再来年、6周年7周年、しいたら 10周年を迎えて、その時にはもうさらに会社が成長しているっていうような状況であればいいなというふうに思っております。でそんな中で、やっぱりこの会社を支えているのは、現場のメンバーの皆様であるというふうに思っておりますので、何かありましたら引き続き、マネージャー、チーフマネージャー、ボードメンバーに相談していただいて、でみんなでこの会社を良くしていければなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあカムンモイグイタンビエ。